え、ギャルってすごいわ。どうやってつけてるの？なんかあんまいじんない方がいい。こっち見てみて。え、綺麗だよ、すごい。やばい、眉毛が。え、綺麗じゃない？普通に。普通に綺麗。え、すごい。いいじゃん。綺麗だよ。うわ、目でっか。こんだけ差がある。SSS のノンノンノンです。おお、本日ですね、クレーンゲーム玉の国に行ってきたんですけども、そこの真ん前にセリアがありまして、コメントでもいただいてるのでネイルの方をですね、はい、ご紹介していこうと思います、はい、今まで作ってきたネイルチップを一応取ってるんですよ。なんかさ、だって本当爪入りで作ってんじゃん。あ、そう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 、若干汚い。うん、ね、なので今日ちょっとこのチップの裏は背負うことになってるんですけども、一点一点ね、時間をかけてやってるネイルがあるので、大阪の時にもですね、すごいカチカチカチさせてるのつけてたと思うんですけども、こちらもね、今日ちゃんと紹介しようと思います。お願いします。ちなみに最近は爪を育成するということもありまして、地爪にジェルネイルをしてて、これもマグネットネイルってやつやってるんですけど、どうでしょうか。ちろそれもセリアだよね。うん、これはスリーコインズ。スリーコインズか。そう、でももうね、親指剥げてきちゃってて結構やばいって感じ。私はもう手を見せられないぐらい毛がまみれなので映せないんですけど。あ、毛がね、びっくりした。毛がいっぱいあるっていう。私脱毛行ってきたの今日。ついでに言うんですけども、動画ではもう全然追ってないんですけども、ほぼの全身脱毛に通っております。ありがとうございます。全身ツルツルにするんですか。はい、全身ツルツル。もう全部見せれちゃ、全部は見せれないな。ちょっとそれは NG だわ。でもまあ来年はもしかしたら水着とか着れちゃうかもしれない。水着は着ないけど、夏って露出が多い洋服着てる方結構多いじゃないですか。やっぱ夏混むみたいなんで、今の時期がちょうど良かったみたいで始めたみたいです。はい、始めました。びっくり。どこに通ってるとかまだちょっと全部終わってからね、報告できたらと思うんで、それまだ言わないんですけれども、ほのぼのさん、15歳。16歳です。16歳で10月も始めましたね。はい、でまたね、なんか経過で痛かったとか、なんか今日初めてやったんだけど、ちょっとこれ言わせて。いいと、でもちょっとなんか頼むよ。それまた一本にしよう。いつか喋りますんで、また質問募集とかしてやろうと思うんで、楽しみにしててください。では本日はネイルの方ですね。ちなみに今日もやったんですよね。やったけど、チクチクしてんじゃん。1回目だから、これで生えてきて2、3週間ぐらい経ったら、これ爪で抜けるんだって。効果が出てきて楽しみですね。楽しみ、ちょっと2、3週間生やそうかなと思って。そして今日、玉の国店さんですね、のんちゃんが喜びそうなものをゲットしてきましたので、これから紹介していこうと思います。あ、分かった。猫でしょ。違います。降ってくるよ。キャーッ。え、待って、だってマインクラフトで、私マインクラフト全然興味ないんだけど。え、待って、ロボコップみたい。痛い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 。ねえ、さっき髪の毛綺麗にしたのにボサボサじゃん。こちら、マインクラフトの帽子。え、それ私が喜ぶ。あ、これ私の。じゃあ言ってきますよ。いた。前の回。いや、私のは？あなたの。待って、濡れてる。さっき雨降っててさ、今回2個降ってくるんで。よかった。ニコチンの1個ですけどね、あなたの。ニコチン。はい、あなたの。マジ？あ、これ私の。え、これ本当に玉なんでしょ？そう。嬉しい。え、めっちゃ嬉しい。これめっちゃいいじゃん。めっちゃいい。マジで見たい、ホーンテッドマンション。マジで見たいって言ってるけど、それにさ、私が一緒に見に行こうって言ったらさ、あなたさ、ごめん、やっぱちょっとだるいって言ってさ。いや、それいかない。それ何回目？ということで見てください、ホーンテッドマンションの。しかも2個も持ってんじゃん。そうよ。クッション、紫は私のです。え、緑は私のです。なんか緑ってのんちゃんっぽいなと思って。え、嬉しい。え、めっちゃいいじゃん。ここにこう置いとこう。よいしょ。めっちゃいいわ。まあ緑の方がね、キャスト3巻あるんで、うん、それではここからはセリアでネイル関係と、今後ちょっと欲しかった、これにハマったらまずいぞっていうアイテムも買いましたのでご紹介します。なんだろう。ということで来ました、よろしくお願いします。じゃあ紹介していきますね。まずですね、クレーンゲームのショートで撮ったものを紹介したいと思います。これとこれと、はい、プレゼント。あ、これかわいいじゃん。ポーちゃん、ポーちゃん、これ。まずこちら、あ、なんとなんですよ、星田さん、ティアさん結構変わってて、このネイルのジェル、粘土あるじゃないですか、それが売っててびっくりして、私普通にドンキーじゃない、アマゾンで買おうとしてたものが100円でいってるっていうのを知って2個買ってしまいました。いっちゃってる。
はい、2個買いました。ダイソーのやつに限らないと思うんだけど、硬化するときに熱持つからマジで熱いのね、うん、なんだけどこれはまだ使ったことないから使ってみようと思って、今度ね、また私のネイル室多分夜の1時から朝の7時ぐらいまで空いてるのでぜひ来てください。それ多分ジェルの硬さ2つあってトロトロのと本当にカッチコチのやつがあるし、あ、これカッチコチのやつだよ。カッチコチの方が使いやすそうだよね。あ、カッチコチのやつだとそのなんかねじったりしてそうねアートできるから。はい、じゃあ次、これは私のネイルオフするときに使ってるやつですね、ヤスリ。そしてこちら多分これじゃないと思うんだけど、なんかシャオリンちゃんがメイクするときに、うん、アイブロウペンシルを涙袋に使ってるっていうのを聞いて、私も最近昔に買ったドンキで200円ぐらいで買ったアイブロウペンシルを涙袋とかいろいろ全部使ってないメイクにね、でちょっとチェリアのやついいって言ってたから買ってみました。で多分これじゃないと思うんだけど、これちょっとどこかわからないんですけども、でもセリアのだろう。はい、セリアのです。じゃあ続いて、これハマったらさすがにやっだよねって感じのやつを買いました、はい、なんか最近さセリアさんコスプレ界隈あ結構充実してるらしくって、はいはいはい、確かにそれこそなんかテーピングとかいっぱい売ってるらしいのね、うん、売ってる売ってる。で私が欲しいなと思ったつけまがあってそれを見に行ったのって言ってるやん、もうつけまって売ってた。こちらこの目がちょっと好きなんだけどわかるかな、じゃん、小悪魔アイズミタバカンつけまつげイエーイ。私も一時期ほのちゃんがセリアで、セリアじゃないほのちゃんがシーンで一本一本なってるまつげ買ってたじゃん、でそれ余ってたから一時期つけてたんだけど、うん、あー時間かかるねあれ、うんオンじゃないよ。ただしシーンで買ったつけもあるんだけど、あれちょっと使えるように頑張ろうと最近が持ってんだけど、うまくつけられない。でもこれタワーになってる方がつけやすいですね。一本一本つけても結構難しい。ほのちゃんはさ高校入ってさもう髪の毛も染めてピアスもさ開けまくってますけど、私高校で唯一やったこういうちょっとギャル系のことっていうのがちょっと待って、ピアス開けんのと髪の毛染めるの別にギャルだからやってるわけじゃないし、いやそのギャルマインド的なこと、自分の中で一番ギャルマインドだなって思うものは法則が外れた時にやったことってことでしょ。そうですね、まあちょっとフレキシブルになれた時に顔をいじったんですよ。どこだと思いますか。涙袋のヒアルロン酸とか。実はですね、私まつげを増やせたんですね。育毛剤するんですけれども。そうなんですか。育毛剤とかじゃないんですけれども、まつげあるじゃないですか、うん、あれをちょっと一度やらせていただきましたね。ちゃんと動画にしてるんですけど、いや私もねまつげやりたいの、パリジェンヌしたい。ちょっとよくわかんないんですけど、まつげそのまつげをまつげにつけて本数を増やすみたいなのやっていただいたんですけど、まあ基本的にまつげくって1ヶ月持つものじゃないですか。しっかり1ヶ月持ったんですけど、それ以降何か通うとかいうことはしなかったですね。でもまつげパーマかけたいなって思います。一応マツパしたいの。マツパの種類でパリジェンヌっていうのがあるんだけど、私はそれがしたいの。いくらぐらいするの。結構高かったと思うんだよね、そのまつげく6000円ぐらい。それもさ1ヶ月で落ちるんでしょ。そうするとね、もうほんと顔面課金していかないとこの世って生きていけなくなる。顔面課金してこー、悔しいって感じなんですけど、悔しいって感じなんですけど、ね、これ100円でね、はい、こんな風に素敵なメイクができちゃうということで楽しみですね。今後ほのぼのが多分ほんとこういう風になってきますよ。で今日ほのぼの高校結構ねフレキシブルに動けちゃうような高校だって聞いてるんですけど、つけまつけてる子いる。まあスパとあなんかお母さんがそういうのでっていうのでやってもらってる子はいる、はいはいはい。結構まつげパーマは高校生普通にやってるよね、どこの高校の。うん、中学の時もね、大変やってたよ。まあでもね、まつげ上げてるだけだから、化粧じゃないから。しかも多分まつげ別に上げなくても寝る前にまつげをこうやってやってうつ伏せに寝たらまつげ癖つくから。ということで続いてラストの商品はこちら、じゃーん、二重ののり。これはまつげののりに使いたいと思います。二重のりいいな、いいっしょ。でも私最近ドライアイじゃない、お、飛んでった、なんかドライアイじゃないんで、うん、アイラインに二重のりは塗ってないです。うちさ、ずっと欲しいって言ってる二重のりあるじゃん、夜にやるやつ。え、そう、あれやりたいんだよね。もうそれやるぐらいやったら整形した方がいいです。じゃあ整形だけど、そうということでやっていこうと思います。まつげつけるの。うん、マジ。え、まつげこれさ切りたいんだけどハサミとかあったりしますか。横に入ってます。ちなみにあなたこれ使い回そうとしてますよね。うん、近くのフォーパピコのスマホで撮っていきます。3、2、1、GO。 いや絶対こっちの方がいいかな。え、気まずい、そんな近くにされると。いやでもそんな近くないから。本当に、うん、コードすんじゃん。
けど、そんなわけないよ。おすぎ、あらすごいわ、すごいわ。やっていきたいと思います。お願いします。うち月間のり欲しい。てか、いやもう月間のりもさ、二人のりも変わんないっしょ。リアップのが欲しい。じゃあローアルファでやろうかな。赤じゃないの、なんでもローアルファでやろうとする。怖い、うちの子やだ、すいません、ちょっとうまいみたいでラムかな。ありがとうございました。話していただきたいと思う。ちょっと鏡がないので、これ持っててもらってもいいですか。はい、おー、綺麗に割れた。はい、やうまい。なんかね、このつけまするとそれがアイラインみたいにもなるから、はっきりする目がすごーい、すごーい、大丈夫、すごい、え、超いいじゃん。てか普通にナチュラルでいい。すごい汚な。そうだね、そこがね、あーあ、これガンナイ TV だ、ガンナイ TV。てかこれ多分ね、粘着力が悪い。え、ギャルってすごいわ。どうやってつけてるの、なんかあんまいじんないのがいい。こっちもいじめちゃう。え、綺麗だよ、すごい。やばい、眉毛。え、綺麗じゃない、普通に。普通に綺麗。え、すごい、いいじゃん。綺麗だよ。うわ、目でっか。こんだけ差がある。反対側もつけていこうか。反対側つけていこう。このカメラすごいな。新しい iPhone が欲しいんですけど、はい、余談いで、あ、いった、アッシュ、アッシュが出ました。今新しい iPhone ピンクが出るじゃないですか。はい、ももかちゃんピンクでしたよ。あ、そうだったね。うん、可愛いなと思って欲しかったんですよ、はいはい、ピンク、はい、でも機能がいいやつはピンクじゃないんですよ、うん、え、色がつくと機能は落ちるの。そうなんです。マジ、まあ、値段的にもピンクの方が安いからいいんだけど。そうなんだ。ちょっとアップルショップに行こうかなって思って。てか絶対つけま取れてきてるんだけど、三役も本当に持ってて。持ってます。つけまやるとさ、二重になる人もいるわけじゃん。あ、まあ私はならないんだけど、多分逆に狭くなってね、幅なんかわかんないのやだわ。はい、両目つけ終わりました。綺麗。え、マツパスに行きたい。はい、ということでつけまつげ2つつけ終わりました。今後はつけまつげつけていく予定ありますか。ないです。はい、結果なしです。ノリで自分普通につけたいなとか思ってたけど、あんたもともとのまつげ長い。マツパをします。はい、マツパします。ということで、え、さっきですね、ネイルの話題が出たんですけども、今から私の今までのネイルをこちらの手元カメラの方でご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きます。どうぞ。はいはい、まずこの中にいっぱい入ってます。あー、見えない見えない見えないよ。こんな感じです。どれから紹介してほしい感じですかね。じゃあお気に入りをたくさん紹介してほしいです。ちょっと汚い、汚いかな、みたいな。え、でも何も塗ってないとかも全然あって、何も載せてないのか。うんうん。あ、個人的にこれ好き。あとこれもこれか。ピンク系がやっぱ好きですかね。うん、これですね。ピンクネイルしてた時は、うん、本当にデザインがポン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 。その机が汚いのもダメだな、これは。同じようなデザインいっぱいだけど、これすごいな。これかわいいよ。あ、これいいじゃん、猫ちゃんみたいな、かわいい。うわ、これすっごい。ちなみに裏はこんな感じ。あ、見て見て、アイラインが出なくなっちゃってさ、これでアイラインの試し分けしたら来ないの、ちょっと。これでアイラインの試し分けする。なんかサラサラしてるからさ、良さそうだな。綺麗に撮れたでしょ。うん、すごい、これも。あ、これちなみにこの指手術してるんで、ちょっといびつですね。歯車ついてる系が一時期流行ったんかな、ほうちゃんの。それが大阪行った時。ああ、うん、これがついてるやつだ。すごい。ちなみにどれが一番時間かかったんですか。これ小麦粉でやった、片栗粉か、片栗粉でやったみたいです。これでかかった。すごい。以上かな。のんちゃん的にいいなっていうのとかあったりしますか。こういうのは可愛いと思う。濃いよね、それ。
ネイルチップ作る仕事してみたら、あなたこれかわいいにゃんこがひょっこりしてる、うん、ひょっこりはん。指何本分これ？27本プラスまあいっぱい、こっちもいっぱいあるからまだまだあるね。もうすごいね。そうなんです。はい、かわいいでしょ。個人的に好きなのは個人的に好きなのはこれなんですけど、これ個人的に好きなのは個人的に好きなのはこれなんですけど、これピンタレスト見てパーツの配置の仕方とか学んでるから、うんうん、斜めにするみたいなのはやってたんですけど。可愛いじゃん。ダンイスゲドル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 。寒い寒い。ということで本日はですね、ほのぼのさんの過去のネイルだったりとかフィギュアで買ったものを紹介していただきますが、まあね、新たなね、多分課金が増えてくるでしょうね。顔面課金が、もちろんネイルも課金ですからね。え、ちなみにうち普通にネイルしに行きたいんだよね。その前にうちまつげやりたいかも。最近もまつげ上げるのめんどくさくなってきちゃって。私もまつげ下がっちゃうのよ結局。マツファースタイマツファの案件待ってます。違う、行きたいところあるんだよね。あ、そうなんだ。そう、行ってみて。うん、来月お金貯まったら、じゃあまたね、そのこのまま進化した様子が見れると思いますので楽しみにしててください、はい、また今度セリアでの購入品紹介みたいなと思ったヒットグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。そしてノエの番組はですね、ネイルの動画たくさんアップしてて好評ですので、ぜひよければね、まだ見てない方はこちらの動画を見てみてください。それではまた次回のノエの番組でお会いしましょう。キャンバーバイバイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you from your wits and your wicked games. Always on my mind, always in my brain. With you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.